はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。デメントパート17やっていきたいと思います。はい、前回はですね、ピアノの男に追われながら何かブラックマテリアブラックマテリアセフィロス、違いますね。はい、違います。プリママテリアですね。プリママテリアっていうのを、はい、ゲットしました。まあ、結構探して、で、何か、ここに光るものがあったんですね、そこに。で、ヒュイに取りに行ってもらったら、なんと、これです。第一原質。プリママテリアですね。プリママテリアをゲットしました。はい、ということでこれを順番通りにやっていくんでしょうね。はい、きっと機械に順番通りにやっていけばいいのかと思いますので、はい、それをやっていきたいと思います。こっち取ってなかったけど、アロルルメダリオン取りました。さて戻りましょう。結構探し回しました結構探し回りました。なんとかね、はい、これぐる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 してるやつもわけわからないし、気持ち悪いし。でリカルドさん、リカルドさんっていうみたいですね。思い出しましたよ、リカルドさん。あなたを、あなたから逃げ回ってやっと来たわけですよ。セーブします。すいません途中からです。はい、これで OK ですね。ではですね、まずあそこですね。なんだ、音楽鳴ってたっけ。違います。まずあそこ、最初の場所何でしたっけ階段のとこですね。階段のとこ行って順番メモしといて、びっくりした順番メモしといた方がいいかな。いない、いない。こっちだ。あれ？こっちだ。結構迷うんですが大丈夫。で、で、あそこの機械にこのマテリアを入れたいと思います。Come on。いないよね。よし。Come on。いやーもう来ないでほしいな。まずこれ。分解、次抽出、抽出に行けばいいですね。はい、待ていや、また同じの。特に変化はない。え、ちょっと待って、もう一回。抽出へと道を進め。あ、まだか。あ、なるほどね。失敗して灰になったらここに戻ってきて戻すっていうわけか。じゃあ次抽出行けばいいんだな。普通に抽出行っていいんだな。なるほど。さっきのがもう失敗して、来た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 。ユイ。くっそー、バレるか。ビビってるな。あららららら、あららら、しょしょしょ。ヒュイがなんかビビってる、すごい。ちょっと待って、ずるい。ずるいな、ちょっとこっち来いよ。危ない、危ない、危ない、危ない。ちょ、ずるいよ貴様、ずるい。あ、外した、まあいいや。タックル外してしまった。疲れた疲れた。来てる来てる来てる。ちょっと待って、聞いたの。よしです。なんかヒュイがめっちゃビビってるんですよね。なんでだろう。やばいやばい。抽出ってここだよね。
なんか逃げよう。バレるかな。バレない。逃がした。ユキ。Come on。頼む、早くユイ。あ、来るな。逃げよう。くそ。ここに隠れよう。バレるかな。ギリギリでバレるな。なんで引くかな。扉閉めてる最中にこっちに。あ、バレる。微妙すぎたか。それ移動中ですか。くるくる回ろう。あー、走る、速いって。どうしよう。こちら、そう、ひたすら逃げようか。うん、ひたすら逃げるしかないな。あー、ダメか。気になるんだよ。よいしょ。このメダル、コインっていうのがわからない。あそこのタンスの中には絶対入んない。よし、ぐるっと回っていこう。抽出の場所。なんでバレるかな。よし、ぐるっと回ってきましたね。いや、よかったよ、ここぐるぐる回れるステージで。では、ここですね。抽出かな、ここ。よし、抽出だ。次、順化。順化はあれですね、暖炉の部屋のはず。階段登ってった場所ですね。違う物質に変化しているわ。よし、硫黄の塊になった。すごい臭そう。あれですね、温泉の匂い。温泉の匂いがする。石、ヒューイ。こっちだ、ヒューイ。ちょっと戻ってきたら鉢合わせになるかもしれないけど、でも大丈夫大丈夫。こっちだよね、こっちのはずなの。いるかな。開けたらいるとか。いない。2階ではない。2階に行きたいんですよね。あ、閉まってる。こんにちは。いない。どこから行けた。2階に。ここか。ユイ、行こう。歩いていく。こっちだ。こっちが多分順化だと思います。ここが順化ですね。次が、ちょっと待って、次が調合。どこだろう。あそこかな、行き止まりの場所。銀、お、すごい高価なものになってきてる。こっちは違うのかな。ちょっとセーブしましょう。よし、こっちには何かありましたっけ。いや、ない。こっちは違う。こっちはさっきの墓地の方だな。そしたらですね、やっぱり行き止まりのところですかね。調合、この下かな。
ちうろ覚えですけど、確かこの奥ですね。いるかいないよね。あ、これ絶対あの人出てきますよ。鉢合わせになりそう。こっちこっち。ここですね。さあここは編成。調合の道は奥深くして編成の軌道へ。どういうことだ。どういうことだ。調合の道は。ああ、わかった、思い出した。あそこですよ。ここからどう行けるんだ。え、あ、あっちだ、こっち側だ。階段の向こう側、あそこですよ。パズル解いた場所じゃないな。まあそっち側に続く道の途中にあったはずです。あそこは眺望だったのかな。まあわかんないですけど行ってみましょう。確かあそこに一つ機械があったはず。あれが眺望じゃなかったら違うのかな。ここここここですよ。ここの奥の方に、あ、うざうざうざ気にしなくていい、無視でいい。そいつはいる？いない。どこだろう、どこだったかな。確かそっちの道だったはずなんですよね。こっちだったか、こっち。あら、これ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 、これが調合来た。じゃあいいのかな。調合来て、さっきの編成かな。違う物質に変化している。白い霊石で、これをシルキ衣が血に染まるのを望まぬなら大いなる作業をここに終えよ。なるほど。これより先は険しき道。白金は半身との別離を持ってシルキ衣を持って霊的存在へとなる。なるほど。これより先は険しき道。シルキ衣が血に染まるのを望まぬなら大いなる作業をここに終えよ。これに書いてるのとか関係ないか、関係ないか。じゃあ編成はしなくていいのか。でこれをどうするんだ。白のどうするんでしょう。編成はしない方がいいのかな。ちょっとセーブしておきましょうか。だってこの白いのをどうすればいいんだろう。行きなさい、もう無視でいいから。その人、血に染まるのを望まぬならこっちセーブ。どっちがセーブ、こっちが。違う、2階だ。2階だっけ。うん、こっちだ。この先セーブ、よし。セーブしてですよ。編成、どうするかなんですよね、これを。天秤にかける。ちょっと歩きましょう。天秤にかける、
天秤こっちでした。まあ、こっちから行けば早いか。Come on.会わなきゃいいな。どうすればいいんだろう。こいつ。天秤が下がって。来てる。マジか。バレた。逃げよう。どうすればいいんだろう。この石を。やめよう。来てる来てる来てる。どうするか。天秤にかけるか。やっぱり天秤しかも考えられない。天秤に、もう一回メモを読むか。いやでも天秤しか考えられないんだ。関係ない。もう一度説明を読みましょう。やっぱり編成した方がいいのかもしれない。ね、でもここで終えよって言ってるけど。でも終わっちゃダメだよっていう意味なのかな。はい。これをどこに、これどこに、どこにですよね。とりあえず編成行きますか。Come on。 いる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 。ああもうバレたし、いいよ。こんにちは。あ、どうどうどう。床に打つならば別にいいですよ。その分弾がなくなりますけどね。こっちだ。ああ、ここに負ければよかったけどな。よっ。あ、痛い。そう、どうしよう。危ない危ない危ない。笑ってる場合じゃないでしょう。Over there. What this is my. Aha! You best run. ああもう。どうにかして巻きたいな、近くで。ああ動けないで欲しかった今。そう。Do your best, PM。ちょっとまずいな。くるっと回るしかないか。超遠回りですけど。走れ。もうこれしかないな。よし。こっちだこっち。よし、なんとか巻きました。巻いてきました。もう編成するしかない。これを使う。それでどうなる。赤い霊石。うい。何した何した何した。
なに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 、来た、ちょっと待って、いろいろ大変。いろいろ大変。わあ、ひゅい。Over here. I'm not right. ちょっと待って、意味がわからん。いろいろ意味がわからん。どうしよう。この赤いのは。あ、バレた。バレた。そろそろ当てに来そうだ。よしだ。ここからどうするか。あ、よいしょ。さて、ここからどうするか。割れた場所確認すればいいのか。ここか、割れたの。関係ないな。どうすればいいんだろう。本とか、ない。うわ、降ってきた。中はもう空っぽだわ。まだ生きていたなんて、ギャー！ナイス。次、これが終わったらどうすればいいの。賢者の求めるとこ、赤こそ賢者の求めるとこ、どこ、この人、違うか。どこ行けばいいんだろう。あ、使えた。うっそ。白で使えばどうなってたんだろう。これでよかったんだ。開いた。先に進めました。いや、まさかこことはね。わからなかった。いいんだね。広っ。宇宙子、なんか頭かいてる。いいのかな。どこ行けばいいの。あ、せっかく外に出れたと思ったら。わけわかんない森。森に出てきた。お、針金？森の地図。森の地図使ってみよう。マップ。わかんねえ。何これ？地図じゃないじゃん。あ、もういいか。ん？ムービーが始まった。周囲がなんか、警戒モードです。お？なんか飛び込んでっちゃったー。まずか。ヒューイ。おい！え？やだよ。やだよ。マジで。この辺意味なさそう。マジで、ちょっとじゃ。ササミジャーキーです。ヒューイ、ササミジャーキーだよ。これは、日時計かしら。確か、影の長さと向きで時間を測れるんだよね。ああ、もう時間か。あ、セーブできんだ。なるほど。
はい、ということでちょうどいい感じでセーブが来たのでね、ここで一旦終了したいと思います。はい、森にやってきました。ヒュイさん、どっか飛び込んでったらなんか銃声が聞こえました。嫌な予感しかしません。やだよ。いや、俺の考えてる結末では絶対ないと思う。うん、ピンピンしてる。やめて、フラグだから。お願いだから、本当に本当にね、そういうのやめてね。はい、ではパート17ですね、終わりにしたいと思います。いやー、なんか本当にここで終わるの嫌だな。早く次が知りたいですね。まず安否を、ヒュイさんの安否を確認したいと思います。はい、ということで、パート17、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回、お楽しみに。さようなら。